はい、皆さんこんにちは、こんばんは、リオララです。お久しぶりの投稿、本当にごめんなさい。私お笑い芸人の方もやってて、夏場は割とそっちの方が忙しくて、なかなかね投稿頻度が少なくてごめんなさい。ということでね、ちょっと余裕ができたんで、今日はじゃじゃん、スマホの中身の紹介をしていきたいと思います。パチ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 。他人の携帯の中身って確かになんかどういう感じになってるのか気になると思うんで、私がちょっと今から紹介していきたいと思います。そうなんです。大したことないよ。別に普通。ごくごく普通です。ちゃんと整理とかもしてないです。はい。そういう、まあ、携帯の中身でよければ紹介していきたいと思います。ではやっていきます。せーの。ジャンピングゴー。まず、はい、まず私が使ってる種類は iPhone 8 Plus ですね。だからちょっとでかいね。やっぱね、YouTube とか見るときに、大画面の方がええやん、なるべく。な。うん。で、iPhone ケースはこちらの、キキララちゃんですね。キキララちゃんがプターってやってんねんけど、実はこの iPhone ケース、パカッて開くねん、ここ。パカッて開いて、ほら、ここが開くねん。開くようになってて、この中には、私の親友、さやまだとの、このプリクラがあって、こっちにはゆうとくんのデータカードを入れてます。なんかお笑いの舞台とかで緊張した時とか、ここパカッて開けて、この写真2枚見て、よし頑張ろうってよく思います。まあそんなんしてないんやけどな。私のロック画面はこちら、じゃーん。今までで一番お気に入りの公式写真のゆうとくんのショットをロック画面にしてます。ここ何がかっこいいって言ったらな、この薄い唇にこうやってつけて、ほんでほんの鼻筋、そしてこの目のキリッとして、このあと流した感じと白シャツっていうのも、あのすごい2時8分ってとこもいい。こうロック解除していきます。でホーム画面はこちら、さやまだ、リオララ、これでヒカルくん担当の八乙女葵ちゃん、その上にはそれぞれの担当がいます。なあ、今の通知来てんけどさ、友達からの LINE でさ、友達がユウトとリオ似てるってってきた。え、ちょー、ユウトくんに失礼、ユウトくんの失礼、ユウトくんに失礼。おー、月とすっぽん。一緒にしたらあかんで、ほんまに。こんな感じでまとめてるんやけど、まず、ここが一番左上は、買い物って書いて、ヤフオク、アマゾン、楽天、メルカリ、ラクマ、ゾゾタウンっていうネットショッピングのものが全部入ってます。割ともう全部使えます、私は。続いてここ、その横やねんけど、バリ使うって書いてるのは、インスタ、メール、カメラ、写真、LINE アット、YT スタジオ、YouTube。この7個が入ってます。で、これが私のインスタグラムになります。で、続いて写真ホルダーは、やばいのありそう。カメラロールは24,463 枚です。で、ビデオが1,435 です。いろんなフォルダを作ってて、誕生日っていうフォルダは Twitter で誕生日おめでとうって祝ってくれた時の画像のフォルダとか、もう最近全然整理できてないんやけど、衣装って書いてるのはゆうとくんが、ゆうとくんの好きな衣装をとか、リオジックさんは私のフォロワーさんが作ってくれた画像、これ65枚しか入れてないんやけど、実際もっとあって、ただその整理できてないんですよね。ゆうとくんがウサギのコスプレしてた時の写真と、ゆうとくんの笑顔はゆうとくんの笑顔のショットの写真入れてたり、これはペットは私が飼ってた猫ちゃんとか、今飼ってるワンちゃんとか猫ちゃんの写真入れてたりって感じかな。うん、写真はそんな感じで、続いてこちら、迷子ならんためっていうのは、まあ、Google マップと乗り換え案内な。次、こちら、モリタイって書いてるのは、自撮りアプリですね。ビューティープラス B612 スノーユーライクフェイスユービューティーカム、スナップチャットユーキャンメイク。これ、全部使うんやけど、私が一番おすすめの自撮りアプリは、このフェイスユーってやつ。これの、めっちゃ漏れるやつがあって、この女の子の周りにね、ハートがあるやつやんだけど、これめっちゃ漏れんねん。ちょっと今ちょっと撮るわな、一瞬。はい、漏れた。フェイスユーが一番自撮りアプリでは私はおすすめです。で、続いてこっち下行くと音楽ってやって、ミュージック、LINE ミュージック、クリップボックス、ファイル。で、私は CD をパソコンに入れて、そのパソコンからこっちの iPhone に移動させてジャンプの曲聴いてるんやけど、なんか保存の仕方私わからへんくて適当にやって、このファイルってやつで、こうジャンプの曲をこんな感じで入れてます。多分もっと他にやり方あると思うんやけども、分からへんくてこれに入れてます。で、続いてこちら、動画作りっていうのは、もともとずっと携帯で編集してて、その時の編集アプリとかがあります。これはな、多分量産型の子がよく使ってる編集アプリ。だから量産目指してる子とかには
おすすめ。続いてここはあんまりなんか使わないやつがこう2つあって、その下にはこれ普通にたまに使うよみたいなやつですね。アップルストア、サファリめっちゃ使うわ、設定、天気、知恵袋、アップルストアめっちゃ使うわ、時計、カレンダー、メモ、計算機、ボイスメモ、なんちゃら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 って感じな。でその横がこれクーポン券やな、スカイライク、マクド、ジャンカラ、マジカカード、これもクーポンとかそういう持っとくべきアプリ。うん、その横、これが映画とかドラマ見るアプリで、ギャオ、フル、FOD、デイリーモーション、このフルは登録してるんで映画とかこのアプリで見てます。でその下、これ日々積み重なるものっていう、なんでこんなタイトルにしたんやろ。まずこれ恋して、恋してはこちら、ゆうとくんのファンになって6年4ヶ月10日が経ちましたって、こんな感じでこういうものがあったり、その後カレンダー、まあこんな感じでカレンダー予定すっからかんやねんけどでこの横が生配信系やな、ツイキャス見るやつ撮るやつ、ポコチャ、ショールーム、ラディコ、これはゆうとくんのラジオ聞くアプリですね。でこの横ゲーム、キララちゃんのアプリ、これもなんかサンリオのアプリで、これもなんか音ゲーみたいなやつで、これはマリオ、ドクターマリオ、やったことないけどインストールだけしてるで続いてこっちもなんかまあゲームに近いな、フラッシュ暗算、私頭の回転がめっちゃ遅いからずっと鍛え続けときたくて、だからフラッシュ暗算って言って、こう数字がパッ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 って映し出されるやつを頭の中で計算してみたいなアプリやねんけど、これはでも結構頻繁にやってます。でこれミーハヤ、これ早押しクイズな。でこれお絵かきコラボ、これ斉藤さん、この芸能人で誰に似てるか診察してくれるアプリ、これ一回動画でも紹介したスナップスってアプリ、ちょっとこれちょっとやってみようか、これ自分は誰に似てるか、可愛い人で会ってくれよ、じゅん毎回やねんこれ、女性でやったらスキージャンプの高梨沙羅さんに 100% 似てる。次じゃあ男性でやりたいと思います。はい、結果を見てみます。平成ジャンプ山田涼介って、ちょっと待って、何してくれてんねんこのアプリ、ほんまに、山田さんの皆様ほんまにごめんなさい、全然違うんやで、似てないねんけど、このアプリがなんか、ちょっと待って、多分皮膚の厚さとか似てたんじゃ、うん、皮膚の色とかが似てただけで顔全然似てないからね、ほんまに顔全然似てないから、顔じゃなくてその多分皮膚のこの色とかが似てるだけで、本当にごめんなさい、もう一回やったら YouTuber ヒカキンやってはい、結果はヒカキンさんでした。続いてここ行くと、ここはあんまね使ってないものが多いな、なんか Gmail とかフォローチェック、恥ずかしい、このアプリ撮ったの恥ずかしいな、なんかこのアプリでリムった人をチェックするとか、もう2ヶ月に1回とかたまに見るぐらいやな。パス管理、あ、このアプリ結構便利で、いろんなサイトに会員登録するときにパスワードとか打つやんか、それを忘れないようにするためにパス管理っていうパスワードを管理するアプリがあるから、これおすすめ。でこれデレシキッチン、まあ、これは料理するときに使うやつで、カカオトーク、物件探しのアプリです。次こちらミクチャと TikTok です。どっちも結構見ますね。でここ加工やらいろいろって書いてるフォルダにはこう背景とかとか、なんかレイアウトとか結構使う、これ LINE カメラ一番使いますね。でなんかモザイクかけたりするやつとか、プリ画像とかしめじとかあります。ラスト、ここがこれはアプリとかじゃなくてサイトをすぐに開けるようにしてて、ここを押したら平成ジャンプの歌詞を一気に見れます。こんな感じで押したら、こんな感じで平成ジャンプの歌詞がブワーってすぐに調べなくても出てくるんで、歌詞覚えたい時とか見たりします。でこれは、ジャニーズネットにすぐに、ジャニーズファミリークラブってさ調べてさログインするのめんどくさいから、こうすぐにログインできるように入れてます。でこの横がピューログリって書いてるやんけど、ピューロランドのグリーティングってやって、いつキキララちゃんがグリーティングに現れるか分からへんから、それをチェックするものと、こっちがリトルツインスターズって書いてるやんけど、こんな感じでキキララちゃんの最新グッズが見れるようになってます。であとこの下はもうほんまによく使うやつやな、メール、電話、ツイッター、LINE、 これ私の LINE なんやけど、着せ替えがキキララちゃんで、友達がですね、はい、友達が39人ですね。はい、私のキーボードがこれちょっと DVD で収録されてるやつだからちゃんと映されへんねんけど、しめじで動いてるキーボードにできるんですよ。そのゆうとくんの動いてる動画をキーボードにしてます。かっこいい。ちなみに私実はゆうとくんの連絡先持ってます
怖い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 嘘嘘嘘嘘やで。これ電話番号、あのあれコンサート結果聞くときにかける番号電話ひたすらかけて結果聞いてたよ、コンサート当落結果のその時の電話番号やから私の携帯の紹介でした。本日の動画は以上になります。この動画がいいと思ったら高評価、良くないなと思ったら低評価、チャンネル登録しない方チャンネル登録お願いします。バイバーイ。